津波の後です。被災地、まあ、被災、今等しくは被災地に来ています。あと開けてないのがジャーと掃除機、うん、ジャーと掃除機です。そんなもんかな、買ったもの。あ、これがこれまだ開けてないや。何それ。スチームケース。スチームケース、うん、開けよう、今開けよう。これレビューしてみたほうがいいよ。うん、そうやな、レビュー。これあれない、台湾のジェット大好きだ。ちゃんと編集しろよ、ここはカットするとこやけど、うん、スペインのメーカールクールっていう、うん、今すごい流行ってる。へえ。5000円もするね、これ。5000円、こういうことができるんですけど、な、何それ。蒸し料理ができる、電子レンジで。料理器具。料理器具。料理器具。うん、スチームケース。おお、スチーム。燻製？蒸し料理。蒸し料理。うん、おお。すっげえこれ課題放送。ほら。ぐにょぐにょ。こうやってここに入れて。じゃじゃん。ここに入れて料理を作って、うん、こうやってやったら、パスタとかも茹でる前のもの入れて、こうやったら具と一緒に入れたらパスタが出来上がる。タレマッシュルと一緒にね。出来上がる。もうその辺飛んだよ。これめっちゃいいな。スチームケース料理じゃない、はい、そこはあ、またハンカチやけど、まだやこれこれ、この簡単ビーフンとかこういうのが作れるだ。へえ、すげえやん。いいことない、うん、まっそうやないと思って、それできたらすげえな。線が、うん、これ写真見ておりま写真うそうこんなこんなのできるんや。こんなのできる、すげえよ、絵の凍たな。またこの形だけで終わるっていうな。いつも通りで終わる。一回も使ってね。そういえば使ってね。で最初に使ったのが富江なの。ちえちゃんぐらい。ちえちゃんぐらい。スー君の一人暮らしこうなるか。